大会です。 A シード拓大光陵が市立船橋と対戦。市立船橋は6回、3番堤がセンターへ打ち返します。この打球が大きく跳ねる間に二塁に続いて一塁ランナーもホームイン。市立船橋2点を先制します。しかしその裏、拓大光陵はワンアウトから3番元木がレフトオーバーの3塁打、続く4番山本が三遊間を破って1点を返します。さらに7回にも1点を返して同点、試合は延長戦へともつれ込みます。11回裏の拓大光陵、先頭バッターの立川がセンター前ヒットで出塁、続く小島がフォアボールを選んで二塁一塁とチャンスを広げます。ここで3番元木がセンターへサヨナラヒット、3対2で拓大光陵が勝ち、ベスト8に進みました。